教えてくれよ、こっちでそのまんまといった感じで、これで静岡まで向かいます。パーツとほぼ寝て静岡に着きました。ここからは新幹線です。ということで、どえらい人の量だ。はい、9時57分の東京駅になります。やべえ、恥ずかし、取れてなかった。昨日ね、なんだって23時27分とかになって、やべえ、新幹線予約してねえと思って、急いでやって、ギリ取ったって感じでしたね。ここ静岡から小田原まで、持っていこうかなと思います。11時前に着きましてですね、小田原の松屋に間に合うというそういうような状態でございます。3000円乗れんのよ。学割より安いんだよね。もともと静岡と小田原って100キロないんだけど、あと学割も持ってないんだけど、いい感じといった感じです。ちょ待って、自由席踏みすぎだろ、どういうこと。いや、 EX 予約入れといてよかったなっていうのを思いましたわ、本当に。ということで、前に来ました。そんな感じで、でか椅子変わった？あ、変わってねえわ。とりあえずもう出るという感じなので、2号車まで来ればいいだろうといった感じでございます。もう最近東海道新幹線コラボしすぎてさ、コラボとイベントか、忙しいんだよね、車内に入った後。一定の速度に達したら僕は動画を切って、いろいろやろうと思います。全然ダメだわ。新富士はね、5分とか4分とか結構止まってくれるんですよ。で、東京方面に向かうときに関しては、進行方向左側が出口っていうか、扉が開くので、富士山見えるんですよね。なんだけど、今日は、さっきの見た通り、何もわからないので、意味がないかなと思います。そんな感じで、一応ね、よく、この区間利用するんで、僕、たまーに見たりしてますっていうので、一応伝えておこうかなと思いました。そんな感じでね、ちょっといろいろね、コンテンツやってたんだけど、3つやってました。やんなくていいやつもやっておりましたね、今日は。あとは、今日のメインのやつでございます。ということで、小田原に到着いたしました。ここから先、急いで松屋に向かいますと言いたいんですけれども、大丈夫かな。毎回思うんだよね。自由席ってやっぱりね、ちょっと階段から遠いのよ。で、やっぱ階段、これどこもそうなんですよ。で、やっぱ1号車、2号車が減るんだけど、この後がめんどくさいよね。急いでたら大変だよ、といった感じでございまして。今回割と長めの乗車でしたので、珍しく。座れてよかったなといった感じではありますね。そんな感じで一応なんか話させていただきました。3つほどコンテンツを消費いたしましたね。1個やらなくてもよかったんですけど。